せーの、スレイトアイヨシタクソー、太田とひかるです。はい、ということでですね今日はですね、はい、恒例の企画でございます。はい、まあ秋ということで、はい、恋愛の秋ということでね秋が一番いい季節ですよ。なるほどね。俺秋が一番好きなんでね、外の空気が美味しい、またそれなんだろう、もう本当にすごい美味しいよね、うん、なんて言うんだろうな、あの美味しさはそこ引っ張るとこじゃないからね。でも太田くんは一番別れの秋って言ってました。恋愛がうまくいかないらしいんですよ秋は。なんでやっぱ恋愛の悩みがみんな多いんじゃないかと思って、秋版の恋愛質問相談をしたいと思います。パンパンパパパンポパンポパンレッツゲーム。はい、ということでですね、またストーリーの方でインスタグラム10万人に募集しました。そしたらですね、すごいいろんなね悩みがあったんですよ。それを今回はね10個ぐらい答えていきたいと思います。はい、結構質問が多いのでポンポンいきたいと思います。せーの、やってみよう。はい、ということでね、皆さんたくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございます。って感じでですね、はい、どんどんと答えていきたいと思います。はい、まあ、これあくまでね、2人のね意見なんでね、はい、ちょっとでも参考にしてくれたらなと。じゃあ早速ね、はい、既読をつけているのに返信が時間経ってから来るというのはなんでということでね、俺の点あるなんですけど、うん、さ、よくさ 3D タッチでさみんなこうやってやるじゃん。 あれができないから。なるほど、ね、俺は普通に既読つけて、うん、見て文章、うん、でまあ後で返そうみたいな。え、なんでそれは後で返すの？あ、めんどくさいってこと？まあ、それはある。あのね、でもそんな俺はしませんよ今丸々してしませんよ俺は。してたよ今。そんなんしません、はい、俺が言ってんのは LINE ニュースとかだよ。 LINE ニュースとか。いや、それは返信しないから、そもそも。あ、しないんだ。俺毎回してるよはい、ちょっとうざいからちょっと黙ってほしい。今日もありがとうございますっていうのはちゃんと言ってるからねごめんなさい、次行きましょう。次行く行かない全然答えてないんですけど、大丈夫ですか未解決事件マジうざいんだけど、こういうやつは本当に付き合わない方がいいと思いますよじゃあ次行きますか。次行きましょう。今の解決したでしょ、絶対に2年付き合っている彼氏が最近冷たい、倦怠期どう乗り越えますか？それと同時にですね、倦怠期って一般的にどこからだと思いますかっていう質問が来てますね。倦怠期？まあ大体これを起こすのは彼氏が多いですね。そうかな。女の子ってなかなか、まあ、あるけどそんな表には出さないと思うよ。彼氏に態度ではそんなに出さないから。あ、まあ、けど男は、うん、そういうの気にしないじゃん、なんか確かに人の気持ちとか、うん、彼女に分かるぐらい、うん、無視したりとか、うん、返事そっけなくしたりとかするの、うん、それは本当にダメだと思うよ。ああね、確かになんか俺が言われてるみたいな感じになってるけどえ、でも倦怠期っていい倦怠期もあると思うんですよ俺は。えいい倦怠期というのは、うん、もうなんだろう、うん、一緒にいすぎて、うん、こうもう恋人以上になっちゃってるっていう、家族以上の存在、君は僕の家族だでもそれは家族ではないよ。家族ではないけど、まあ、そのぐらいちょっとね、まあ、もう家族同様ということでね、まあ、それは分かってるよ。当たり前として、男からしたらいるのが当たり前だから落ち着いてる証拠だよみたいな感じで言うじゃん。それは別に求めてないよこっちからしたら。なんか普通になんか落ち着いてるのはいいけど普通ぐらいにしてほしいみたいな。テンション高いのは求めてないけど極端にマイナスは求めてないかなって。まあまあそれはそうだよね。意見変えるの早っ。はい、てな感じでね。はい、でどっからが倦怠期ですか？それはどうなの？一般的に、だからなんか光が聞いたのは3がつくところが倦怠期らしいよ。3ヶ月、3年。それは掛け算とかもそうだ。なんか3×3で9ヶ月。ああ、そうやな、そうかも。あ、3、6、9、そうそうそう、12、18、そう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 、21、そうそうそう、24、そう、僕のテストじゃないんよ。まあ、でもヒカラは来たことないよね。まあないね、そんなに。そんなに。はいってな感じで、まあまあ、まあ、まあ、倦怠期はもうね、しょうがないですよね。話し合って解決するのが一番です。どう乗り越えますか？もうそうやな。俺のじゃあおすすめは二人の思い出があるとこをもう一回行く。いやそれ盛り上がるか？一回行ってみて。倦怠期の時に。そう。もう倦怠期って名前ついてるだけでただ単に仲悪くなってんじゃないかってヒカラ思ってるよ。うん、確かに。倦怠期っていう言葉をなくします。俺がなくします。お願いします。はい、付き合ってすぐ別れを怖がって空回りばっかししちゃって、そのせいで別れることが多いですだって。
あ、怖がっちゃうんだね、うん、あ、同じ。あ、それは分かりますね。俺は過去のあれで次も、あ、裏切られたらどうしようっていう不安に俺にはなって、なね、うん、普通に俺はもううつ病になってはないですね。なってはないです。それは、ね、それは絶対嘘つきました。ったでも、うん、もうそっから1年2年ぐらい彼女できなかったです。おー、多分1年はできなかったんじゃないですか。へ、いいとこまでは行くけど、いざ付き合おうっていうのは言えない。付き合ったら怖いから。あ、好きだけど言えないみたいな。そうそう、うん、っていうのありましたね。1年2年って結構長いね。すごいね。でそこにヒカルが現れました。あ、でもちょっと経ってたからだけどね。え、別れを怖がったことこれはなさそうやな。そんな考えてないやろ、別れないから。ヒカル基本的に長いからね。あ、でも浮気とかが多いんかな、大体別れるときって。あ、まあまあ、でもヒカルは浮気されたこともないし、うん、まあ、まず自分から告白 しないタイプだから、気になってってもらった人のことを好きになるみたいな。でその別れを怖がるとかは別にないかな。いや俺は、あ、この人裏切らないなっていう人と出会ったから、それはヒカルとは言ってないですよ俺一言もヒカルとは言ってないですけど。いいじゃん、それはヒカルで。そういう人に出会ったら本当に解消すると思います。はい、はい、らしいです。付き合ってるけど喋れない、どうやったら喋れるかな。うわ、わかるわこれ俺が中1ぐらいの時だわ。めっちゃわかる。ヒカルも中学の時そうだった。マジ女の子と俺目も合わせらんなくて、だって俺ほとんど喋ってないのに付き合ったんですよ、うん、会話なしで。でなんかその学校の中でも喋れないから、直接喋、うん、れないから手紙を渡してた。無口で。ヒカルも中学の時付き合ってた時は、うん、LINE の方が喋ってた。どちらかというと、うん、学校より。そうそうそう、うん、電話とかだと喋れるけど学校だとなかなか喋れないよね。わかるわ。でもその次に付き合った人、まだ中学で、向こうがまず学校であんまり喋りたくないみたいな。あーね、人でいるよね、たまに。でも学校帰りは一緒に帰って、うん、その彼氏の家行って、うん、普通に一緒にいたから、うん、そこでは普通に喋ってた。でもヒカルは別に普通に男子とも仲良かったから、うん、逆になんかその彼氏からしたらちょっと嫌だったかもしれない。周りの男子とはずっと一緒にいるから、あ、そういうタイプだった。こうやっぱ学校で喋ると、2人で喋るとやっぱ俺のあのガヤ芸人がいるんですよね、またガヤ芸人10人ぐらいいるんですよ。わかるわかる。おったおいおったっていうやつがいるんですよ。めちゃくちゃいるんで、やっぱそのやっぱそれでどんどんやっぱり気まずくなるんですよ、うん、彼女と。高校とか大学とかも社会人とかになったらもうそんなこと一切なくなるんで、もう普通になってくるもん。もう今だけですね、それも。確かに。まあでもそれもそれで楽しいですよ。そうやな、懐かしいなってなるよ、ね、そう思い出になるんで、ぜひね。はい、みんなにやめた方がいいと言われる人と付き合うのはどう思いますか。あーね、これは結構女子が多いかもしれない、うん、男子関係ないかな、別にそんな噂とかは。やめときなって言ってる人がいたら、なんか逆になんでその人がいいのって聞く。あーね、なんかその人がいい理由を探してそこを持ち上げたいなって思う。だけどもう明らかにヤバいやつって分かってたら、さすがになんかさりげなく言うかな。まあそれは友達のためでもあるからね。まあまあそうやな、うん、その友達がもしかしたらその子のその男の人のこと好きで付き合ってほしくないからわざと言ってる可能性もあるんよ、女って。あー怖っ。で本当にあるんよ、女は。変な噂を流すんでしょ。え、そうそうそう。だからそんな怖すぎるやん。そんな気にしない方がいいかもしれない。一回付き合って本当にダメだったらもう別れればいいし。そうですよ、っていう感じですね。次、男の人って本当に単純なんですか。単純です。男っていう生き物は単純ですからね、やっぱり。この人が言うのはちょっと違うと思うんです。単純でしょ。単純です。付き合う前に品定しすぎてモテ期の付き合う機会逃してしまった、どうすればいいですか。付き合う前の条件が多すぎて、まあでも条件って結構10個ぐらいあると結構厳しいから。物件と一緒だと思うんですよ俺は物件もやっぱり、うん、駅近、家が広い、浸水被害もない、地震来ても崩れないとか、うん、そういう条件がいいところが高いじゃないですか。高い。やっぱ手を出しづらい。人間も一緒、恋愛も一緒、いっぱい顔整ってる、性格もいい、あ、踊りもできる、頭もいい、歌も歌えるはもう高いんですよ、レベルが、うん、ほんと物件と比例してるなという感じなんですよね、うん、冗談抜きで。まあ物件はこだわりたいけども別じゃないやっぱりやっぱり別じゃない。男からしたら顔可愛ければいいと思ってるでしょ。女の子の方が条件が多いんよ。現実主義だから女の子って。女の子の方がやっぱ理想が高いっていうか。絶対にこれだけって1個決めとけばそれに当てはまる人は大体全員いけるわけやん。うん、からそこで好きになった人と付き合えばいいと思うな。はい、てな感じで今回はこのぐらいにしてしたいと思います。はいはい、どうだったでしょうか。今回もなかなか濃いお悩み相談が多かったのではないでしょうか。そうですね。まあね、ぜひね、ちょっとでもね、まあ、僕たちの意見だったんですけど、なんか参考があれば僕たちも嬉しいなと思うので、はい、ね、ぜひ
参考になったよって方はチャンネル登録と高評価をしてもください。はい、別れの秋に負けないように皆さん恋愛を頑張ってください。そうです、今年は12月24日にクリスマスも待っています。え、24なの？クリスマス、クリスマスイブが待ってます。はい、皆さんぜひクリスマスイブまでに、イルミネーションを見に行く相手を探して青春していきましょう。僕らが助けますということで、以上小田とひかるでした。バイバーイ